平成19年8月23日日曜日に阿蘇市の遊水地で阿蘇市消防団通常点検及び標的落とし競技大会が開催されました。たくさんの来賓も参加し祝辞をいただき、阿蘇佐藤義興市長の挨拶では、世界的にも異常気象で台風や大雨、山火事、地震など予期せぬことが起こっている状況だが、住民と一番身近な消防団がいるからこそ安心して生活ができている、これからも頑張ってくださいと激励のお言葉がありました。おはようございます。大会は整列や身なり号令など規律の通常点検がありました。この部で優勝したのは7分団2部の大道坂の上でした。2位は9分団5部の乙姫下西黒川黒川船長、3位は10分団1部の長草下津という結果でした。標的落とし競技ではリアカーの部で9分団4部2班の上西黒川が優勝、積載車の部では10分団2部2班の車帰りが優勝、ポンプ車の部では10分団2部1班の赤水が優勝しました。